中国の皆さん、こんにちは。大家好、我是彩彩さん、彩彩です。まもなく中国での私の久しぶりのライブが近づいてまいりましたね。皆様、チケットはゲットしてくださいましたでしょうか。と前回ね、ツアーさせていただいたのも本当にもう3年以上ぶりなんですけれども、まあ、でもその時も本当にいろいろな場所に行かせていただいて、たくさんの皆様と楽しい時間過ごせましたし、美味しいご飯もいっぱい食べれたりとか本当に楽しかったので、また今回中国ツアー開催できるのを本当に嬉しく思っています。特に上海は結構今年の夏に、あ、今年じゃないね、昨年の夏に何回か行かせていただいてたんですけれども、広州はめちゃくちゃ久しぶりに行きます。広州でもまた美味しいものが食べたいです。特に私は辛いものが好きなので、広州でも美味しい辛いものが食べたいです。もしおすすめのお店とかあったら教えてください。はい、という感じですけれども、もうリハーサルももうね、いろいろ順調に進んでおりまして、とあとは皆様と楽しむのみとなっております。ぜひぜひ来てくださる皆様、来週の金曜日と、そして日曜日、上海と広州にてお待ちしております。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。それではまたまたお会いしましょう。再見、あやさでした。